今節は気象条件変わりやすい中、水面では白熱したレースが続きました。ボートレース三国日本財団会長賞第48回九頭竜賞シリーズ最終日の競争、競争水面残すは優勝戦です。第12レースです。対戦メンバーは1号艇松下直也、2号艇梶野隆、3号艇金田智弘、4号艇葛原博明、5号艇秋元悟、6号艇三宅潤、以上のメンバーです。インコース構えていきますのは1号艇の松下直也。序盤に4連勝を飾りまして、そのまま勢い衰えずシリーズリーダー手にして優勝戦絶好枠で登場です。2コース2号艇梶野隆、近況これで3節連続優出、ここまで6勝を飾っています。3号艇金田智弘、3コース現在3連勝、地元水面で自身初 V を目指す戦いです。4号艇葛原博明引っ張って4コース、準優は長く続いた2着争いを制して優出を決めました。5コース5号艇秋元悟、こちらも準優勝戦は大混戦の2着争い制しまして、トーチはこれが5節連続での優出です。6コース6号艇三宅潤、今節大崩れなく着取りまとめまして今年初優出を決めました。3対3枠番通り進入インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇の金田好スタート、6号艇の三宅もいいスタートを切っています。逃げの体勢1号艇の松下直也、刺す2号艇カジノにまくり刺そうとするのは3号艇金田、内から4号艇の葛原、外は5号艇秋元、先頭1号艇松下に迫るのは内から4号艇葛原、外には2号艇カジノ、さらに外を3号艇金田、内5号艇秋元、最内6号艇三宅迫ってスタートは正常です。一周にマーク振り切る1号艇松下直也、前速線は2号艇カジノ、内切り込む4号艇の葛原、6号艇三宅が続きます。先頭1号艇松下のリードは一定心、2番手は4号艇葛原に外2号艇のカジノ、内に切り替えて6号艇三宅4番手、あとは3号艇金田、5号艇秋元最高峰です。1号艇の松下直也先頭、2番手は4号艇葛原に外を握る2号艇カジノ、小回り6号艇三宅が続きます。2番手ここで4号艇の葛原が抜け出しました。3番手2号艇カジノに内から追いついている6号艇の三宅、この2艇の争い、離れて3号艇金田は5番手、5号艇の秋元最高峰です。先頭はリードを広げました1号艇松下、そして4号艇葛原2番手です。6号艇三宅3番手先前、差し返しを狙った2号艇のカジノでホームスイッチに戻ります。3番手内と離れて2号艇カジノ、6号艇三宅、この争いはわずかに前出ている2号艇カジノ最終周回です。イン速攻しっかりと押し切った1号艇の松下直也が先頭、そして4号艇の葛原に3番手を抑えて回っていく2号艇カジノ、内小さく回る6号艇三宅ですが若干引き波なぞっています。3番手ここで2号艇カジノリードを広げ、上位体系は1番4番2番です。およそ12年7ヶ月ぶり久々の優勝、自身2度目の優勝に向かいます。先頭は1号艇の松下直也、そして4号艇葛原2番手取り切って、3番手は2号艇カジノ、切り込んだ6号艇三宅は4番手、上位体系は1-4-2、先頭1番松下直也優勝の5輪、2番手4番葛原5輪、3番手2番カジノが5輪、6番三宅、5番3番3番5番、ラストは接戦でゴールです。